三徳川は、鳥取県を流れる川。天神川の主要な支流の一つ。流域には、三笹温泉、三徳山や小地下系などの観光地がある。三徳川は、天神川の主要な支流の一つである。東北地方を南北に流れる天神川には、西から東へ流れてくる、国府川、小鴨川と、東から西へ流れてくる、三徳川の主要な支流がある。 本流である天神川自体が一級河川としては急流であるが、中でも三徳川は最も急な支流の一つになっている。標高約500メートルの源流域から流路約16キロを経て天神川に注いでいる。三徳川の上流域は中国山地にある。この地域では1億年前にマグマが冷え固まった河口岩の山が一度海に沈み、 一千万年から二千万年をかけて、歴岩の層が堆積した。五百万年前頃から、これらの層を貫通する噴火と共に隆起して、安山岩による山が形成された。山徳川の上流域では急流によって、これらの地層が著しい侵食を受けた結果、複雑で険しい峡谷が形成された。こうしてできた山の典型が山徳山であり、渓谷の典型が小じか系である。 他の山陰地域と同様に上流域では古来から花崗岩に含まれる自鉄鋼を砂鉄として採取し鉄の生産が行われてきたが下流ではしばしばこれを原因とする水害に悩まされてきた山徳川の下流域の約2キロ区間は国による治水の管理が行われているがそれより上流では県や農協による発電などの利水が行われているかつては山徳側の流域を 三笹谷、支流の鴨川の流域を中の谷といった。下流の両岸には三笹温泉があり、近年は年間約35万人が訪れ、海家温泉に次いで県内第二の温泉地となっている。地層の歯境を三徳川が侵食して形成された洞窟に投入道が混流されている。三仏寺の地域を抜けると谷が開け始める。 日本の音風景百選となっている、三笹温泉のせせらぎ。対岸の建物は、旅館大橋。三笹温泉、三笹橋の河川敷には、公衆用の露天風呂が設けられている。山徳川の源流は、三笹町東部の田原源高原の滑石峠付近に、ある。田原源高原は、旧法規国と稲葉国の境界に近い標高500メートルほどの、 高原地帯で伝承によれば、平野正門を追ってきた藤原秀里が定住したことからその名がある。ここに発した三徳川は、鳥取県道280号に沿って南進し、三佐町表現地区へ出た後、三徳山の北六を西へ転じて山仏寺付近まで、標高差300メートルほど一気に下る。これらの源流域では、 古くから和紙の原料である三股が栽培されており、現代でも三笹町が地元の特産の産物としている。三特産は、隆起純平原であった木尾高原面の河口岩上に、新大三期に、業界隠歴岩が層をなし、さらに先進予に、火山性の安山岩溶岩がこれらを突き破って、紛失して覆いかぶさり形成された山で、これを、 山陰特有のタウ節による流水が激しく侵食し、複雑で急峻な地形を形成している。特に安山岩層と業界隠れ岩層の境界付近では、差別侵食によって、洞窟上のくぼんだ地形が多く形成されており、山仏寺の投入堂などはそこに混流されたものである。このように山徳山は天神川流域で最も急峻な気象をなしており、 古来から霊宝として厳しく保護されてきた。その結果、原生植生が手付け数で残っているほか、高低差の激しい地形から、南方系の植物の北限と北方系の植物の南限が混在しており、植物学上を貴重な地域とされている。三仏寺の山域には、三徳川の小支流があり、明治時代の名称史跡山徳山三仏寺前景には、阿弥陀滝。 念仏滝、俗滝などを持つ天子川が、猛来仏地で合流する様子が描かれている。また、山道に近いコリトリ川は上流に、不動滝、さらに山中に、流徳院滝、新蛇滝を持つ。コリトリ川は近年、鳥取県によって、歴史の水に選出されている。一帯は、山徳渓谷と呼ばれることもある。1889年に、 村制が敷かれた頃は三仏寺の門前を三徳村と申した。三仏寺の地域を出ると流路は北西に天示、三笹町、坂本地区で主流の黒川、坪谷川を合わせて西に向きを変える。この辺りから天神川へ合流するまでの区間は構造国と考えられている。さらに北から波関川、南からは三徳川最大の主流であるソロク川が合流し、 中石地が形成されている。明治初期の頃は、この地域は、三徳川流域で、最も人口が多く、明治中期に、金江村となった。三徳村と、金江村は1917年に合併して、三徳村となった。さらに1953年に、支流のソロク川流域のソロク村、鴨川、竹田川上流域の朝日村、竹田村と合併して、 三笹町となった。ソロク川合流から天神川へ注ぐまでの区間を三笹川と称することもある。また、流域はかつて三笹谷と呼ばれていた。川は、その後、三笹温泉の中心地を流れる。三笹温泉は、もともと山徳川の砂岩に源泉が湧き出しており、最も古いとされる、株湯をはじめ、砂岩に温泉施設街が形成されている。後に、 右岸でも温泉が開発され、右岸には大型の宿泊施設が並ぶ。温泉周辺には映画の舞台になった小井谷橋、三笹温泉のシンボルとされる三笹橋などが架かる。温泉街から鴨川との合流点に至る間の河川敷は三徳川緑地や横手浸水公園、水辺の落光として開放され、遊歩道などが整備されている。 この付近では、初夏のホタルやカジカガエルを風物詩としており、三徳川のせせらぎとカジカガエルが環境省によって、日本の音風景百選に選定されているほか、安らぎの水辺三徳川と三笹温泉の道として、美しい日本の歩きたくなる道五百選に選ばれている。温泉地域を過ぎると、三笹町の中心街をなす大瀬、本泉地区に入る。 人形峠の北陸から流れてきた鴨川と合流すると間もなく天神川へ注ぐ。この合流点から三徳川の源流付近までのほぼ全長にわたり、県道21号が並走しており、かつての倉吉往来に相当する。本節では上流側から記載する。ソロク川、おじかけソロク川は三徳川の支流で、 流暢は1 6 2トル流域面積は42.5平方キロメートルで、流域の集落はかつてソロク村を形成していた。上流のおじ家系は国の名称に指定されている。ソロク川は鴨川に比べて自然のままの流れがそのままになっており、上流には大きな岩があり、流れが複雑である。源流は三国山の北陸に発し、 ブナや水ならの原生林を経て、三サ町中津地区に出る。中津地区は、下流の建国に阻まれて隔絶された集落で、平野正門の末裔や平野、その他口実するように、上流域は陰遁した、武士団や木地市、鉱山市などの職業集団による限定的な開墾が行われたが、菅谷筋のようにそのいくつかはすでに無人集落となって捨てられている。特に、 中津地区から数キロ下流の上倉までの間は山徳川の上流と同様に山徳山を河口岩層まで深く侵食して複雑な旧街や渓谷を形成し地層の終局も相まって多くの滝や縁をも気象を成しており昭和初期におじかけとして有名になった高程差が大きいおじかでは谷底と崖上で気温の逆転現象が起きており水面付近は 気温が低く高地性の植物が群生し、標高が高い方が気温が高く南方系の植物が生えている。おじかけは1937年に国の名称に指定されたが、1953年に鳥取県が中津ダムを建設し、水量が著しく減って大きく景勝が様変わりした。中津ダムは渓谷の高低差を利用する発電用で、 中津貯水池で貯めた水を、送水管で下流のソロク第一発電所へ送り、発電している。さらにその水は、ソロク第二発電所で再利用される。このほか三笹温泉の南の山中の三笹高原と称する、標高300から400メートルの台地には、発電用の三笹ダムがあり、三笹調整地を備えている。東ソロクと西ソロクの集落は、 シダン丘上に形成されている上層付近から、下流川では、天神川水系としては珍しくシダン丘が形成されている。飛行60から70メートルの段丘上に、右岸側には東ソロク、左岸側には西ソロクの村が形成されているが、元は段丘下にあった7軒の家が川の氾濫を避けて3軒が、東、4軒が、西側の段丘上に上がったのが発祥と、 伝えられている。その後、両岸から小支流を集め、三笹長編芝で三徳川に注ぐ。源流付近から三徳川への合流地点まで県道33号が並走している。鴨川鴨川上流の金山橋。天神川の表記がある。鴨川は三徳川の支流で、流キ1 5 6トル流域面積40.7平方キロメートル。 水量は多くなく穏やかな川である。鴨川流域の村は、江戸時代には、中の谷や、鴨谷、鴨里といい、明治時代に、鴨村となった。しばしば、鴨川とも書き、流域の総物な神社であった鴨の大名人は、祭人が船で川を遡上してきたと伝えられ、稲葉国や三正家国からも参詣者を集めていた。鴨川は、ソロク川に比べると、 稼働の整備が行われている。源流は人形峠の北六側にあり、付近の金山地区は古くから銀、または銅が取れたが銀山。銅山は幕府直轄とされてしまうので、円山と偽っていたという。昭和期にはウランの採掘が試みられたこともある。ここからいくつかの小子流を集めながら精神し、福吉川と合流する。 福吉川の上流には、一の滝、二の滝、三の滝からなる、馬場の滝がある。この滝はもともと不動村が置かれ不動滝と呼ばれていたが、江戸時代に上流で製鉄が盛んになると、砂鉄や木炭、仙鉄の輸送に馬が用いられるようになり、馬場の滝と呼び名が変わった。福吉川との合流後、鴨川は北へ転じて、小河内地,地区へ入る。 小川内地区の上流側の入り口にある支流、高瀬川には、農協の小川内発電所が設けられている。小川内は、かつての中の谷の中心地域で、特に製鉄で栄え、鉄山で刺激された馬が多いことから、馬場の平らとも称された。この辺りで、釈、香川、下谷川などの支流が集まる。釈、香川の流域には、樹齢200年を数える天然性古木や、 それに着生する、シダコケ類が豊富で、鳥取県の天然記念物に指定されているが、付近には11カ所のたたらの遺構がある。下屋川は上流で粘土層を通過することから、わずかに白濁している。小郷地を抜けると、谷は狭まり、鴨川はそこを蛇行を繰り返しながら、森地区を通り、天神川、三徳川が合流する、開けた地域に出て、三徳川に注ぐ。 源流付近から山徳川への合流地点近くまで、県道205号が並走している。中部ブダム計画かつて、鴨川の中流にダムを作る計画があった。この、中部ブダムは、鴨川と下谷川の合流地点付近に建設され、これによって、小河内地区より、下流の福田、下谷地区が水没することになっていた。計画は昭和40年代から始まったが、 バブル経済の崩壊や県知事の交代などを経て、27年後の平成12年に中止が決まり、水没予定地からすでに移転してしまった世帯などへ補償が行われた。この計画は昭和40年代後半に立案され、天神川下流の倉吉市やハワイ町の利水と治水のためのダムとされていた。平成4年に策定された計画では、総工費200億円。 貯水量790万立方メートルとなっており、1日あたり1万5000立方メートルの水道用水を賄うとしていた。その後計画の見直しが行われ、平成8年の修正案では、貯水量590万立方メートル、水道用水の供給量は1日8000立方メートルに引き下げられ、これに伴って公費は140億円に節約できると見積もられた。 当時の説明では、これは河川改修に要する費用147億円を下回っており、河川改修よりも合理的であるとされた。しかし、この事業はその後も再評価の対象となった。平成11年に、それまで4期にわたり、鳥取県知事を務めた西尾雄うつぎが引退し、新人の片山義弘に代わると、改めて公費の再検討が行われた。この結果、 平成8年の計画とほぼ同等のダム建設でも230億円を要することが示された。これに対し、河川改修は78億円で済む上、人口はせいぜい横ばいまでであり、水道用水の需要の増加も見込めないため、2000年にダム計画は正式に中止が決まった。すでにダム建設などを見越して引っ越してしまった世帯があったり、 計画が足踏みしていた約30年の間、インフラ整備が見送られていたことなどによって、建設予定地域は荒廃しており、県知事が地元に謝罪するとともに、地域再整備などのため国、県、町が合わせて168億円を拠出することになった。この旧チューブダム予定地は、大型ダムの建設中止とその後の地域振興のあり方についてのモデルケースとして、八っダムや、 ヤタダムなど、計画の賛否が分かれた事業でも参考にされている。流域面積には支流を含む、小恋谷橋から鯉の上司を願う絵馬や三笹温泉の、シンボルであるカジカガエルが置かれている。左奥の建物は、ブランナール三笹。三笹橋大国の登録有形文化財。三徳川の三笹温泉地域に架か,かる橋で、1961年に、 現在のコンクリート橋が完成した。ラジウム温泉とされるミササ温泉では、ラジウムの発見者であるキュリー夫妻にちなんで、キュリー祭を毎年開催し、例年在日フランス大使館の関係者も招待しており、小井谷橋は建設当時のフランス大使によって命名された。右岸にはキュリー広場とキュリー夫人の共造がある。2011年にはミササ温泉を舞台にした、 小井谷橋という映画が公開された。三笹橋は1934年に京都帝国大学の竹田51の設計によって完成した。旧来の木造橋の掛け替えにあたり、古い温泉街の風情に合うデザインを目指したもので、コンクリート橋ながら旧来の純日本風の木造橋のデザインを上部、下部構造に採用し、手すりには同じ鳥取県内の若狭町で算出した。 三影石で衣装を施してある。三笹温泉のシンボルとされ、左岸の上流側の河原には、公衆用の露天風呂が設けられている。2005年に、国の登録有形文化財に登録された、県道273号の一部を成している。2004年にできた、三笹バイパスに設けられた橋。主要地方道の県道21号は、鳥取市と倉吉市を結ぶ交通量の多い。 幹線道路だったが、三笹温泉付近では狭い道幅で、温泉街の中心部を通過していた。これを解消するために1987年から、県道のバイパス工事が行われ、2004年に完成した。ソロク川の渓流山徳川は、天神川水系の中でも、急流で、山メや高ハヤなどの渓流魚のほか、多くの魚類の生息域となっている。特に河川敷には、 鶴吉が群落を形成しており、前述のカジカガエルのほか、モノアラガイ、ミナミヌマエビなどが住む。上流の川床にはカジカが見られる。2005年に支流のソロク川とカモ川で行われた魚類の生息調査で、両師線で様々な魚類が確認された。どちらも中流から上流、渓流に住む魚が観察されたが、その分布には違いがあった。ソロク川では、 川ム、カワツ、カマツカ、どんこ、シマドジョウといった、中流性の魚類が、上流まで遡って進出しているとともに、逆に軽流性のイワナやアマゴが、中津ダムを越えて、上流域まで下ってきており、上流域のオジか系ではこれらの魚が混在している。高早やカジカなどの上流性の魚はほぼ全域で、見られた。ウグイも、全域で観察されたが、これは、 中津ダムの影響があると考えられている。鴨川でもこれらの魚類が確認されたものの、中流性の魚類と軽流性の魚類の分布は分かれており、ソロク川のように両者が混在することはなかった。これは鴨川で人工的な護岸が進んでいることと関係があるとされている。一方、ソロク川ではダムよりも上流側で確認できなかったタカハヤやカジカといった上流性の魚が、 ダムがない鴨川では全域に分布していた。三徳川流域では、縄文時代中期のあなたに遺跡が発見されている。また三徳川と鴨川の間の丘陵地には、弥生時代の丸山遺跡があり、住居跡や古墳の遺構が出土している。三笹座島を含めて天神川流域は、中世に京都の松尾大社の荘園に組み込まれ、後に下流の統合層では、 松尾大社の所領を自童が横領したが、三笹号は、松尾大社の所領として安堵された。江戸時代には、三徳山、三徳川は、美徳と書かれていた。また、三徳川とソロク川の合流地より、下流は、三笹川と呼ばれており、現在でも三笹温泉の観光案内文書等には、三笹川の表記が見られる。また、三徳川本流とソロク川の流域を、 三笹谷塗装していた。江戸時代には三徳川を利用した修運も行われていた。三笹温泉の佐賀にある横手地区には川戸大明神が祀られている。天神川の他の支流と同様に三徳川流域も洪水が多かった。もともと急流である上、古来から神奈流しといって砂鉄採取に伴う灰砂を上流側で流すため、下流では砂の堆積によって 水利調整機能が損なわれ、洪水の原因となった。山徳川下流の河川敷のある大瀬地区にある東ハ瀬土手には、堤防を作る、際の人柱を祀ったとする地蔵が残されている。1762年の大雨では、後期、稲葉に大きな被害が出たが、山徳川に、波、関川やソロク川が合流する。 片芝地区にはこの時の土砂崩れで死者が出た、際の墓が史跡として残されている。このほか山徳川、天神川の流域では大規模な洪水に発展し、当時の鳥取藩は上流での砂鉄生産の抑制策を余儀なくされた。近代以降では、1934年の室戸台風で天神川下流の倉吉市街をはじめ、大きな被害を出したのを契機に、 天神川やその支流の治水対策が本格化した。天神川水系が一級水系となった1967年6月の時点では山徳川は国の管理下に含まれなかったが4年後の1971年4月に山徳川の下流部分が国の管理下に指定された。流出土砂を抑制するための砂防としては1936年に山徳川は 国の直轄砂防区域となって対策が進められてきたが、北が1998年からは三朝町全域がその対象となった。川の治水計画を策定する上で、基本的な流水量のことを計画降水量というが、本流である天神川では、これが毎秒3500立方メートルとなっていて、三徳川はそのうち毎秒750立方メートルを担っている。 1959年の伊勢湾台風では、天神川へ合流する直前の山徳川の水量は、毎秒600立方メートルと推計されているが、現在の山徳川は、伊勢湾台風並みの水量でも安全に水を流す、ことが可能な水準で、整備済みである。他の天神川上流域と同様に、山徳川の上流でも、砂鉄の採取と、たたら製鉄が行われてきた。 中国山地の中でもこの地域は特に鉄分を多く含む花崗岩でできており、風化した花崗岩を山陰側の田打た節による急流が侵食することで砂鉄が形成される。山徳川の上流では山沸津山の門前町である合谷地区や黒川、坪谷川が合流する坂本地区には多々らの名残を持つ地名や鉱山跡が残る。同様に ソロク川では最上流の中津地区、上総地区、鴨川では福田地区、小河内地区、釈迦地区にも鉄山やタタラの名残の地名が残る。これらはオームネード時代中後期のもので、鉄山に関する古文書も残されている。特に旧津賀村の釈迦鉄山跡は50年以上創業されていた記録が残る。このか、鴨川の源流域にあたる金山地区は、本当は、 銀が産出したが、銀山や銅山は、幕府直轄となってしまうために、藩が円山と偽証していたと伝わる。これら上流での鉄山では、神奈流しといって、砂鉄を含む土砂を大量に流し、下流での洪水の原因になった。そのため、下流側と上流側で、争いが絶えず、藩の介入も行われた。近代になると、これらの地域で高濃度のウランを含有する。 ウラン鉱が発見され、一部ではウラン鉱山の開発が行われた。これらの調査の過程で人形峠付近でウランの路頭が発見され、人形峠のウラン鉱山が開かれた。三笹温泉を中心に三徳川は様々な文人に読まれている。ありがとうございます。